ブンブン、ハロー YouTube、 どうもマサラです。今回は8月末にも発表されるのではと噂されている新型の Xperia XZ3 の特徴についてご紹介したいと思います。この Xperia XZ3 は今年ソニーが発表するフラッグシップモデルの一つとなります。 CPU はもちろん Qualcomm のスナップドラゴン845を搭載し、ディスプレイも XZ2 と同じく18対9の縦長ディスプレイが採用されます。またカメラについてですが、当初 XZ3 はデュアルレンズカメラが搭載されるのではと言われていましたが、現在出ている情報としてはデュアルレンズではなくてシングルレンズのカメラを搭載となるようです。デザイン的には国内でも春に発売された XZ2 とほぼ同じデザインになりますが、 XZ2 で不評だったせいか、XZ3 については背面は丸みを帯びていますが、 XZ2 ほど丸くないデザインになっています。ただやはり指紋センサーについては背面の中央付近にありますので、この辺の使い勝手は XZ2 から改善されていない形になります。またソニーは先日4800万画素というスマホに搭載するセンサーとしては世界最大の CMOS センサーを発表しましたが、このセンサーがXZ3 に搭載されるのではという噂も出ています。近々ドコモや au からソニーの Xperia XZ2 プレミアムというデュアルレンズカメラを搭載した Xperia のプレミアムモデルが発売されますが、センサーの画素数としては1900万画素とフラッグシップモデルの中でもかなり画素数が少ないセンサーとなっています。スマホのカメラ性能にこだわりたいという方の場合は、この XZ2 プレミアムを購入するよりも、おそらく国内でも秋以降に発売されるであろう Xperia XZ3 の方を狙った方がいいかもしれません。いずれにしても Xperia XZ3 は現在の噂では8月末頃には発表されるとのことです。それまでに Xperia XZ3 について何か新しい情報がありましたら別の動画にてご紹介したいと思います。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。